シルバーシャークは、濃屋赤に分類される、熱帯魚。ボロンティアシャイローズ属を構成する2種のうちの1種で、ある。魚雷のような体型と大きなヒレを持ち、サメを連想させることからこの名がある。直近10年で、個体数は50%以上減少しており、絶滅危惧種とされている。マレー半島、スマトラ島、ボルネオ島に分布する。メコン川、 シャオプラヤ側からの報告もあるが、これは疑わしい。2007年に記載された同族のボロンティアシャイローズ、アンスティコダだった可能性もある。体は銀色で、背びれ、尾ひれ、尻びれ、腹器は黒く縁取られる。目は大きい。最大で35センチメートルに達する。大きめの皮、湖の中層で見られる。植物プランクトンも食べるが、主な餌は、 小型甲殻類、ワムシ、昆虫とその幼虫である。多くの観賞魚店において入手することができる。温和であり、他魚との混泳も問題ない。丈夫な魚で、水温、pH などの変化にはよく耐える。pH は6.0、8.0。水は、軟水から中程度の降水。水温は22摂氏28度。2匹以上で群れを作ることを好む。 ジャンプ力が強く、蓋が必要である。水槽の縁に衝突して傷つくこともある。若い個体は小さな水槽でも飼育できるが、成長が早く大型になり、生態は群れを作り高速で泳ぐため、大きな水槽が必要となる。フィッシュブイスは最低でも 150cm の水槽が必要としている。IUCN は保全状況を絶滅危惧としており、 自然分布域の大部分で減少、絶滅しつつある。ボルネオ島のダナウセンタルン国立公園の漁業者は、明確な理由なく1975年から急激な減少が始まっていたと語っている。また、干渉魚としての乱獲、1975年の山火事、水質汚染を、 減少要因の候補として挙げている。スマトラ島の針川流域では絶滅しており、インドネシアとタイから輸出される、本種個体は全て飼育か繁殖されたもののようである。ありがとうございます。